おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人法則局スタッフ T です。いつも文化人法則局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目、22時45分のニュースをお届けします。本日も、渓国関連、市国関連、米国関連ロシア海外、ロシア関連など海外ニュース、そして日本中の自民党や国防関連など様々なニュースをご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は、高評価を、こんな情報もあるよって方は、コメント欄で教えていただけると幸いです。 本日もルールが厳しくなっている都合上、インゴースカーさいきます。何度とご了承ください。それでは早速本編に参りましょう。今日も数が多いのデータと紹介していきたいと思います。まずはこちら。オランダ人女性が母国オランダに慰安婦像設置許可をオランダ政府から得る。50万人を超える被害者、35もの被害国が連帯すれば日本は謝罪する。 ネットナハンの随分と増えたなわら、外務省、オランダ政府に食い刺しとけよというふうなことが出てきておりました。海外ニュースはざっと紹介していきますね。アメリカ、フィラデルフィアに続き、アルゼンチンとオランダにも新たに慰安婦像が設置される。元慰安婦支援団体のデモで明らかにされた。2005年の慰安婦合意を無視した行動などはもちろん、海外に住む日本人を先般の子孫と認識、差別させかねない行為、 日本政府はどこまで放置するのか、というふうに、小崎奈々さんはおっしゃっています。どんどんいきます。ユン・ミハン停滞協が寄付金十億ウォンで設置した慰安婦被害者施設。四点六億ウォンが消えていた。続きましては、こちら。三年ぶりに集まった。韓米財界、韓米通貨スワップ締結など、経済協力の強化。必要というふうなことも出てきていますね。 で、こちら、強制団排除に動くか、独裁体制がさらに強化の可能性というふうに言われていますね。CCP 大会、李克強氏が完全引退か、党指導部人事を香港氏など報道というふうな記事を渡辺哲也さんが紹介されています。で、こちら、恒大集団危機に始まる C 国不動産企業の連鎖的なデフォルトが始まっている。 不動産バブル崩壊によるハードランディングは避けられないというかすでに始まっているというべきというふうに紹介されていますね。四国広大危機、デフォルトの連鎖止まらずというふうに言われております。続きまして、こちら、消える四国の経済データ、成長鈍化見えにくくというふうな記事を紹介されて、四国の経済データは新しいものほど手に入,り入らず、四国経済について書くなど、時など本当に困っている。 まずいデータは全てなかったことにするというお国柄ゆえそれだけ四国経済がやばいということ各地方政府が水増ししてデータを提出そのまま計合計して過大な数字を発表日本のマスコミがこれからは四国の時代と報道水増しを知った習近平氏が激怒水増した地方政府を処分現実のデータを提出衆参驚愕見なかったことにする今ここというふうに説明されてますね こちら、ケール C 国の経済データ、成長鈍化見えにくい区というふうな記事ですね。よっぽどということですね。で、こちら、C 国、冷え込む不動産市場、収入減で地方苦境、収支動部に危機感というふうなことも言われていますね。そして、こちら。 野蛮だった在英四国で暴行被害男性が会見という,ふうに言われておりますねこういう事件がありましたよね。続きまして、こちら。ロシアが C 国から輸入した半導体の不良品、不良率が40%に達しているとロシアメディアが報じると。衝撃のニュースですね。40%にも達するんですねで。こちら。アメリカ政府、 援助の先端技術約300件が四国に極超音速兵器の開発に利用かというふうなことも出てきておりまして鈴木宗男議員ウクライナはイランに対しロシアに無人機を供与しないよう述べているウクライナの米国や NATO に武器をくれとお願いしておきながらイランへ抗議するこの姿勢は何なのか熱の反応侵略されて防衛している側と侵略者側を同列にしてんじゃねえよというふうな声も出てきているようですね でこちら、ウクライナ4州に戒厳令、ロシア大統領というふうに言われていまして、ロシアが併合したウクライナ東南部4州に戒厳令を敷く大統領令に署名し、上位に承認を求めた、安全保障会議で演説したというふうに出てきておりますね。で、戒厳令、残虐行為しかできない、アメリカ大統領がプーチン氏避難というふうに言われています。で、こちら。 ロシア大統領ウクライナが交渉拒否と非難というふうに共同通信の記事が出ておりました。ロシアのプーチン大統領は19日安全保障会議の冒頭でウクライナはあらゆる交渉を拒否し、ロシアの領土への国旗を続けていると戒厳令導入の理由を説明したというふうに言われていますね。 またなんか大きなことが起きなければいいなと願うばかりです。で、こちら。ロシアの弱さ思い知った旧ソ連諸国。力の空白で周辺地域が一気に不安定化というふうなニュースウィークの記事も出ておりました。クライデの苦戦による、より周辺地域におけるロシアの威信を大きく低下し、重しが外れた周辺地域で紛争の火種を一気に表面化させる結果を招いているというふうなことも言われておりますね。 旧ソ連崩壊と同時進行形で始まったユーゴスレビア紛争と同じ悪夢が繰り返されるのかというふうな懸念も言われていますね。でこちら「クリミア奪還に現実味ウクライナ軍決死の猛攻ロシア4州維持できない危機戒厳令表明は住民に軍支援させない狙いか」というふうなことが言われておりますねこれちょっとどうなるのかまだまだ様子を見ていく必要がありますね。 でこちら、ここから欧米関連になりますが、イギリス内相が辞任、トラス首相に打たき、辞表で案に批判というふうに言われていて、こちら、議長、私は戦士であり、育児なしではない、支持率7%の最悪水準、イギリス、トラス首相、改めて辞任否定というふうに言われていますね。もう一気に支持率7%になってしまったんですね、本当、深刻な状況ですね。 こちらカルタさんですがブリンケン国務長官がスタンフォード大学での討論会で習近平政権はこれまでと大きく異なる姿を見せている台湾の現状維持政策をもはや容認できないとの方針を基本的に固めた。 四国はより早期の決意統一を決意したと、現状維持の両岸関係が終焉する日、その時地獄の蓋は開くというふうなツイートをさらに引用されて、ブリンケン国務長官が四国はより早期の統一を決意し、台湾の現状維持政策はもはや容認できないとの方針を固めたと語り、CCP 大会終了後何があってもおかしくない見方を示した。四国による東アジアの力による現状変更は目前。だが野党は統一協会のみ、 国会が重要使命を放棄した平和ボケ国家というふうにおっしゃっておられますね。えー、こちら、アメリカ、台湾との兵器共同生産を検討、ミサイル技術提供など焦点というふうに言われていて、ますます連携が固くなっていく感じですね。で これですよね。これ衝撃のニュースだったので紹介させてください。音声あり。トランプ大統領、私はこの国で誰も持っていない兵器システムを構築した。プーチンや習近平氏、プーチンさんや習近平さんが聞いたこともないようなものを持っている。と述べた CNN というふうに言われていますね。どういうことなんでしょうか。トランプ大統領、私はこの国で誰も持っていない兵器システムを構築した。 というふうなこの動画の中でこのツイートは紹介されてるんですよねトランプ大統領私はこの国で誰も持っていない兵器システムを構築した中略プーチンさんや習近平さんが聞いたこともないようなものを持っているロシアと仲良くすることはいいことだ彼らは1332個のクソ核弾頭を持っているというふうなことをおっしゃったようですねトランプ大統領私はこの国の誰も経験したことのないような兵器システムを構築した プーチンさんや習近平さんが聞いたこともないようなものを持っているロシアと仲良くすることはいいことであり悪いことではない特に彼らは1332個の空みたいな核兵器を持っているんだから不思議なもので人間関係っていうのはタフであるほど仲良くなれるんだそうだろう、でも悪いことじゃないかもしれない CNN アナウッドワードジャーナリストはこのシステムが存在するかどうか確認することはできませんでしたが彼はこれと例として これを例として挙げており、オーディオブックにはトランプの国家安全保障アドバイザーがどのように行動しているかがたくさん出てきますというふうに言われているようですね。トランプがボブ・ウッドワードにキム・ジョンウンの手紙を見せたことを音声で明らかにした。私が私だとは言わないでくれ。ボブ・ウッドワードがどのルト・ランプに行った8時間以上の生インタビューを収録したオーディオブック、ザ・トランプ・ テープスでは前大統領が兵器システムに関する機密情報を暴露しているがウッドワードはそれを確認することができなかったという,というふうなことが出てきていますね衝撃ですねちょっとネットの声も見ておきましょうかねプーチンさんがトランプ大統領の退陣後まで侵略を待った理由はこれだ軍産複合体 のエンジニアを知っているものとして私はそれを少しも疑っていませんあり得る話だ彼は当たり前のことを言った彼は公の場でそういうこともできたはずですジョー・バイデンとは違うというふうなことが言われています、ね、これなんて言ったんですかうん言葉でそんなふうに見せてるだけなのかそれとも本当におっしゃってるのかちょっと真偽はもちろん確認できないのですがこの国で誰も持っていない兵器システムを構築したって めちゃくちゃすごい抑止力を持っていたということなんでしょうかね。ちょっとこれは衝撃的な発言だったので、しっかり読ませていただきました。皆さん、ぜひご興味の方はこちらのツイート、そしてこの動画をご覧いただけたらと思いますね。あ、ちなみに先ほど読ませていただいたのは、ちょっと私は英語あの翻訳というか聞け読めないというかわからないのでこのき、このページ、この記事をそのまま読ませていただいた形になりますので、ぜひ皆様、英語できる方はですね、こちらご覧いただいて、 えー、チェックしていただけたらというふうに思います。そちら、この、このまま、この記事のまま読ませていただいたという、こういう記事がありましたよというふうなお知らせでございました。で、こちら、どんどん行きたいと思いますが、安倍元首相関連になります。安倍元総理が亡くなった後、日本は内向きになり、中国の脅威に対して、漫然と希望的観測を抱き続けるのではないか。アメリカの専門家の危惧は現実化しつつあります。 中国の脅威を脅威として認識できない日本政府、日本政治、国民、日本は危ういと思わずにはいられませんというふうに岩田敦さんはおっしゃっていますね。ねかとさんが紹介されて、安倍氏の存在がいかに重要だったか、日ごと思い知らされていますというふうにおっしゃっています。ねかしら、玉川徹さん、レギュラーコメンテーター退く、今後は現場取材で報告というふうな朝日新聞の記事を紹介されているんですが、 同番組の取材報告者の一人になるようだ。顔のスタジオ CM とかやってほしいというふうに白川さんおっしゃってるんですが、今日出てらっしゃったというふうに聞いていますね。実は玉川徹氏が出演し続ける方が都合が良い。今後は本丸の情報操作の方をテレビ朝日トップに説明していただこうかというふうに白川さんおっしゃっていますね。で、こちら、こちらですが、西田議員、玉川氏だけの問題ではない。この番組を作っているのはテレビ朝日だ。 やらせたのは曲側でしょ。それを説明しないといつまで放送法4条をないがしろにする体質は続くというふうにおっしゃっておられますね。でこちらサルさ,さんですが玉川氏が復帰したそうですが彼の政治的意図がに合わないように制作者としては考えますとの発言を 検証することなく彼が番組に関わり続けるということはテレ朝は今後も政治的意図を隠して政治的に偏った放送を続けるということなのだろうか事実5人の話に問題をすり替えてはいけないというふうに言われていますねでこちらテレ朝玉川徹氏は降板ではない引き続きコメンテーターと説明今後は現場取材もというふうに言われていますね沖縄タイムス阿部記者沖縄ヘイトに深く傷ついています ネットの反の反基地活動家を批判しているだけなのになんで沖縄県民を巻き込むの反基地活動家の言動に深く傷ついている辺野古住民はというふうな声も上がっているようですね。沖縄タイムス、安倍さんとうとうひろゆき氏に対して人格攻撃し始める常世みたいな感じネットの反応、のひろゆきさんはどの組織にも所属してないですよメディア権力沖縄タイムスの安倍さんここまで粘着するくらいだからよほど悔しいんだろうなというふうな声も上がっていますね。 こちらですね、ひろゆきさんがあこのようにツイートされてこちらですねひろゆき氏の言動で結果的に辺野古に注目が集まりいい面もあったのではと聞かれることが結構あるよくないです後的た数の嘲笑に深く傷つき眠れない人目に涙をためて何も言えない人に日々会っているというふうなツイートに対してひろゆきさんが自己紹介というふうに言われてそれについて自分が多数の側安全圏にいることを知っているから強気に出て嘲笑を繰り返せる ジャイアンじゃなくてスネ夫みたいな感じスネ夫ごめんというふうにおっしゃってるようですねすごいですねでこちらですね白川さんですが辺野古で違法に小屋を作って反基地運動いる連中を批判しているだけこの件に全く関係のない沖縄辺野古の方たちを巻き込むなよ傲慢の極みだわというふうに批判されてらっしゃいますここちらこっからか 野党関連になりますが信仰を正す立憲民主党内越桜議員秘書に統一教会信者は否定しているがご自身は山際大臣公の場で聞くべきかどうか私は信者ではないこの質疑を問題視して報道しているのは読み売ると産経だけ仮に大臣が信者と言ったらどうするのかやりたい放題の質疑にも程があるというふうに批判されていてこちら唐田さんも批判されていらっしゃいます 信仰、公人とはいえ、公の場で聞,聞くべきかどうかと、あきれながらも私は信者ではないと、山際大臣、意見、政党、立憲、もはや言葉なしというふうにおっしゃっていますね。で、こちら、立憲上層部は卑怯だから、やばい質問を下っ端にやらせると聞いていたが、ここまでひどいとは、言わされている方は自分が何を言っているのか理解しているのだろうか、不明だよというふうに、一色政原さんはおっしゃっています。で、こちら、他人に宗教を尋ねることが許されるのであれば、特籍に関する質問も許されるのでしょうな。 国籍だけ差別というのは若、ま、不思議というふうにおっしゃっています。でこちらですね。長年国会を見てきて、弁護士出身の政治家は憲法を含め法を尊重しない傾向があると感じている。法廷で,で相手を言いまかす単なる道具として使ってきたからだろうかというふうにアビルさんはおっしゃっていますね。というのも内越議員が元々弁護士さんだったということもあるみたいですね。そういう背景もあってこのようにおっしゃっているのかもしれません。でこちら。 ですね、内越さくら議員のツイートを紹介されていますこれ2016年5月16日の内越議員なんですが「新居の自由を守れ新総連が小冊子解釈会,会見に危機感」というような「朝日新聞デジタル」の記事を紹介されているツイートですね。でアビルさんが「さすが立憲民主党代々伝わる伝統芸を大切に守っている」というように批判されてらっしゃいますね。 はい,いや。これ2016年5月16日にこのようにツイートされてたんですね。ヒャーという感じですね。こちら、ピーチ太郎さんですが、産経ニュースの信仰を正す質問のぜひコメントできない立民幹部。ルチコ氏がどういう状況でどう言ったのかわからないが、旧統一教会との関連性を断ち切ると岸田首相が明言している。その範疇の中の発言とするのか、そうでないのか、詳細がわからないのでコメントができないというふうに。 おっしゃった記事を紹介されて、逃げの長妻議員、はぁ、逃げてんじゃねえよ。その気になれば映像ですぐに確認できるのに、どういう状況でどういったのかわからないって言い訳としても、レベルが低すぎる。生がそれを言ったら切れまくるくせに、自分たちにはあままで呆きれる。立憲最低だなというふうに、ピーチ太郎さんはおっしゃっていますね。こちら、この記事も一応、中、覗いておきましょうか。こちらですね、長妻政調会長というように言われていますね。 こちらピーチ太郎さんですが、山添拓議員、に本拠を置く団体、旧統一教会が日本の内政に干渉した疑惑、岸田総理、一議員に対する接触が自民党の政策決定全体に影響を与えるシステムにはなっていない、多くの国民関係者、有識者、官僚の意見を積み上げ、議員自身が議論を重、ね、積み重ねて決定をする、影響はないと確信しているというふうに答弁されたようです。 でこちら白川さんですが北朝鮮拉致問題潰しを画策してきた辻元清美議員や共産党などが過去の反省もせず統一教会問題で偉そうにするには嫌悪感しかないというふうにおっしゃっていますでこちらどんどんいきますが二憲打ち越しさくら議員在日コリアンへの集団認知も発生してますネットの反応んいつどこであったんだというふうに言われていますねこちらの方もそんなことありますかねというふうにおっしゃっていて で、坂東さんもこのように、これ私はほとんど聞いたことがなくて、その逆を聞くことはありますが、公会議員があるというので、ですから、言論的ヘイトどころか、集団暴行が伴う大変な話、しっかりと調べるべきですね、というふうにおっしゃっていますね。私もこれちょっと聞いたことがないんですが、ね、事実であればかなり大変なことですよね。で、こちら。